前回の授業で述べたように、韓国の学習者数は今世界3位です。中等教育における学習者数の割合が一番多く、全体の約8割を占めるのは中学生および高校生です。今回の授業で、まず韓国における日本語教育の全体的状況を述べ、そして韓国の高校における日本語教育の試みを皆さんと一緒に見ていきたいです。まず1、韓国における日本語教育の全体的状況。遠隔。現代の韓国における日本語教育は1965年の日韓国交正常化がきっかけになったと言われています。高等教育においては、国交正常化に伴い、大学に日本語が専攻科目として設置され始め、1970年代以降、だんだん大学院修士課程や短期大学の観光関連学科で、日本語科目の設置、諸分野の日本研究者による学会創立などが行われてきました。中等教育では、1973年に高等学校の教育課程、日本の学習指導要領2相当が一部改定されました。それ以外、高等学校では第二外国語として日本語が教えられています。中学校においても2001年に第二外国語の一つとしてそれが始まりました。2、特徴。約56万人の日本語学習者が年齢層は小学生から一般成人までと幅広いですが、その中心は全学習者数の約8割を占める中学生及び高校生です。高等学校では日本語は第二外国語に指定されている7つの言語の中で最も履修者が多く、2012年度の高校の第二外国語学習者の中、履修者数は日本語 33.2 万人 60.1%、 中国語は18万人 32.6%、 フランス語は約2万人 3.4% などとなっています。つまり特徴は2つあります。1つ目は、韓国の日本語学習者数の約8割を占めるのは中学生および高校生です。もう1つ目は、高等学校では日本語は第二外国の中で最も履修者が多いです。それはなぜですか？その要因について考えてみてください。まず A、 中等教育段階では政府の定める教育課程や大学受験するときの全国統一試験における第二外国語科目の取り扱いなど、進学上の要因が大きいです。次の B、 高等教育一般成人教育では就職や昇進など社会経済的な要因が大きいですが、日本の社会や文化に対する興味関心が学習動機となる傾向も見られます。第二外国語なんで、日本語と中国語が普通に選択ができます。中学校からやる場所もいると聞いたんですけど、普通に、まあ、高校から始める場所が多いと聞きますね。私も高校に入ってたら日本語の授業がありました。で、中国語と日本語を選ぶことができたんですけど、私は日本語を選びました。中国が人気あった時には結構やっぱり中国を選んだ人が多かったと聞きます。でもね、やっぱり発音が難しいから、日本語の発音が韓国人には正直に簡単なんで、もうザーッとずがもうつとか、もうこれはやっぱり練習がやらないと難しいと思うんですけど、でもやっぱりちょっと
簡単に思う人が多いんですよ。それね、まあやっぱり日本のアニメとか日本の文化好きな学生さんたちはね、めちゃ選択をするんですね。授業はどんな内容かなというと、普通に本当に基礎だけ学ぶんですよ。簡単な挨拶とか、もう私はジンです、自己紹介、それとあれは誰ですかみたいな、あれは誰ですかみたいなとか、普通にね、もうひらがな、カタカナ、もう本当にね、簡単な漢字を学ぶ程度なんですけど、日本の文化が大好きな学生さんたちはね、いい成績をもらえる科目の一つですよ。今日私も日本語を習うなんで。そうなんですよ、本当に韓国でも日本語の授業はやっております。はい、以上は韓国における日本語教育の全体的状況を少し触れました。今日はこれで終わりにします。皆さん、また次の授業で会いましょう。